東野幸治の幻ラジオどうも、東野幸治です。えー、今日から YouTube 始めました。えー、お聞きの皆さん、よろしくお願いします。えー、この東野幸治の,の YouTube は、音声、音声だけの YouTube をやろうと思っております。えー、東野工事の幻ラジオという、えー、チャンネル名でございます。えー、今回はなぜ YouTube を始めたのかといういくつかの理由を喋りたいと思います。えー、そもそも、えー、もともと YouTube 早くからやりたいなと思っていたんですけれども レギュラー番組をちょっと何本かやらせてもらってて、スケジュール的に余裕がないので、なかなか始められなかったんですよ。えー、で、4月から、2020年4月から、えー、名古屋のローカル番組と TBS の関東ローカルの深夜番組が日本終わるので、スケジュール的にも空きが出たので、もうここしかないと思って、YouTube を始めましたと。 えー、もうだいぶ前からだから、えー、今年の1月ぐらいからやろうと思ってたんですけどまさか、えー、雨上がりの宮迫が YouTube をやるとは本当に思ってなかった、えー、あと、エがちゃんが YouTube をやるとは全く思ってなかったド派手な2人がやってるのに本当になぜ音声配信なのか。 えー、恥ずかしい限りです。えー、でもともと4月からラジオ番組をやる予定だったんです。4月から。そだいぶ前から決まってて、えー。昔今からもう25年、30年ぐらい前はもうラジオのレギュラーしかなくて。 もう朝昼夜ずーっとラジオのレギュラー番組やっておはようございます、こんにちは、こんばんは、おはようございます、こんにちは、こんばんは。オープニングトークを毎回毎回喋って、もう嫌になって、もうラジオなんかもうやりたくないって。えー、で、テレビの方に移行したんですけれども、え、ここ5年ぐらいはずっと、えー、マネージャーとか吉本にラジオしたいねラジオしたいねんって言うんですけど、なかなか、えー、やるタイミングがなくて、 で、今度の4月からラジオ番組、えー、知り合いのスタッフさんからやりませんかって言われて、ああ、やるやるやるって、去年のもう10月ぐらいから、えー、そういう話になっててで、楽しみにしてたんですが、えー、この1月末ぐらいに分かったんですけれども、スポンサーが見つからない、えー、こんだけ一生懸命テレビで頑張ってきた、私が、ラジオ番組、 30分でも、15分でもいいんです。スポンサーが、えー、見つからないという理由でなくなりました。だったら、もうこの YouTube で、もうラジオやろうということで、幻ラジオというタイトルで始めました。えー、で、吉本工業に YouTube やる、 言ったら吉本興業っていうのは、えー、YouTube 班、YouTube チームっていうのがあって家事、まあ、クとか,、えー、なんかいろんな芸人さんが YouTube やるときになんかこうスタッフさん用意したり編集さん用意してくれたりとかするんですけれども、えー、それも1つの方法なんですけれども、えー、なんか違うなとで、なおかつそれやると何割か吉本に取られるんですよね、広告料。 って言うんですか僕もまだ分かってないんですけれども撮られると。がちょっとうんと思ってじゃあもう,もう手作りでほんまに自分でやったろということでえー、動き出したんです。でなぜ手作りにこだわったかというと今 NHK のアニメでハマってるアニメがあって「えー、映像権には手を出すな」っていうアニメでえー、これが今ちょっと。 ま、一楽しみの一つになってて。ま、どういう話かというと、えアニメが大好きな女子高生三人組のオタクが、え映像研究部っていうのを作って、え文化祭に向けてアニメーションを手作りするっていう話で一生懸命一生懸命やってる、え青春アニメなんですね。これが面白いから、じゃあ俺も手作りで、YouTube やろうやん。 ということで、吉本は一切感知せずにやると。えー、結果的に、えー、広告料があると、ほぼ僕に入るんですけど、また何割かは吉本興業に所属してるんで、取られると。いうシステムになってるんですよ。で、その、ただ、一人でやる、手作りでやるって言っても、あまりにも、 YouTube のこと知らないし、どうしていいかわからないし、もちろんこれも毎回毎回ノー編集で、音声だけ撮って配信しようと思ってるんですけど、えー、ちょっと悩んでて、でそのことを、えー、26歳の娘に相談したところ、えー、じゃあ私が、えー、その音声を、えー、YouTube すんのやったら配信してあげるっていうことで、 ええー、丸投げして、で、その娘がマイクを買ってくれて、そのマイクをスマートフォンにつけて、今これ喋ってるんですけれども、で、この、ええー、音声を娘に送って、その娘が YouTube として配信してくれるっていうえ、とりあえず今の段階はそれしかできないんで、それでやっていこうということです。ええー、いや、本当に、 娘には感謝しております。ありがとうございます。えー、で、やっていこうって言うんですけど、いかんせん、その YouTube を勉強しなくちゃいけないなと思って、宮迫のやつ、賛否両論ある宮迫の YouTube、ね、ネットニュースの記事になってるから、ちょっと見て、ね、なんかこの光さんっていう人気 YouTuber の方とのなんか、ネットニュースの記事見て、ね、ちょっとなんかもう、 怖なって,きて <laughs>、ね、なんか、それはなんかもうみんな怖いから、なぜかオリラジあっちゃんとひかるさんの対談の YouTube を俺、初めて見たんですよ、今まで YouTube 見たのは、なんか、ヒロシチャンネルとか、なんか芸能人が、テレビの芸能人がやってるやつを見たぐらいで、YouTube だけで活躍している YouTuber の人、見たことないんですけど、初めて見て、こんな感じなんやって。 こんな感じって何かっていうと、な会話してるけど、まあもうなんかすごいつまむし、で、なおかつ、折り味あっちゃんにもなんかグイ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 聞いていくし、で、なおかつなんかこう、その悪者キャラみたいな感じでやってるし、で、他のヒロシさんのチャンネルのなんかその表紙っていう画面ですか見たらなんか1万円札大量に持ってたりとか、で、それがなんか何百万回再生されてるとか、 俺の知らない間になんか、この、俺がやってる芸能界が芸能界 A とするなら、この YouTube ってこれ、芸能界 B ってこんなことなってんのやって、初めて知って。で、ね、なおかつ、そんなこっちは、大量の一枚札用意して YouTube やる気もさらさらないし、こんななんか <laughs>、個人周り <laughs>、やってる感じになっちゃったんだけど、 どうなるか分からへんけど、とにかくこれで行けるところまで行こうかなっていうふうに思ってて。ええー、まあでも自分の中では、こういうふうに喋ってるだけで、聞き役とか、笑ってくれるスタッフさんとか、笑ってくれる、嘘でも笑ってくれる後輩とかもいないし、今ただ一人で家のリビングで喋ってるだけで、スタッフさんとか笑ってくれる後輩とか、 なか企画考えてくれる人を読んだらええねんけど、お金かかるし、だから、これ何が面白いなんて、全然思わないなって、今しゃべりながら思ってるんですけど、もしかしたらこれ、2回、3回ってやっていくうちに、笑ってくれるスタッフ、へこへこ笑ってくれるスタッフを出すのかもわかりません。で、じゃあ誰をターゲットにやるんだっていう。 話で,で。一応、SNS、インスタもやってて。フォロワーの数調べたら48万人ぐらいいてるんですね。東野でやってる。で、そのインスタをなんかこう、いろんなとこ触るって押すと、なんか、内訳みたいな、どういう人がフォローしてくれるかっていうのが、の欄があって。で、見てたら、えー、その48万人ぐらいのフォロワーの男女比、男女比が、 56%男性、女性44%で。まあまあ、なんとなく想像ついてたパーセンテージ。えー、ちなみに、これを若手芸人のミキに聞いたら、ミキのインスタのフォロワー数はだいたい70から75%ぐらい女性らしいです。 私が男56%、女44%。年齢のパーセンテージも出てて、70%が、48万人の70%が、25歳ぐらいから44歳ぐらいの方がフォローしてるんですって。もうほぼほぼだから、大人ですよね。だから大人の男性が、主に俺のインスタフォローしてる。 で、衝撃的だったのが、13歳から17歳の、えー、パーセンテージ。フォロワー48万人の私の、えー、13歳から17歳までの、えー、パーセンテージ。1%。<laughs> たった1%にしか、俺の写真は響いていませんでした。えー、情けないです。えー おじさんにばっかり注目されてる自分が、えー、芸能界、バラエティ界で、明石家さんまさんみたいな人気も、若い人から年配の方まで、男性女性問わず愛されたい、頑張ってきた、バラエティ界、ね、バラエティの森を一生懸命歩いて、あ、あの遠くにいてるんがさんまさんや、と思って一生懸命、一生懸命歩きました。えー、25年、30年歩きました。 近づいていきました。振り返、振り返りました、その方。のりおさんでした。いや、違うんだ。俺はし、しんすけさんみたいに、若い人から、年配の方まで、ああ、面白くて、なんかになること言うな。そういう、タレントなろうバラエティの森を歩きました。遠くの方でしんすけさん見つけました。一生懸命、一生懸命歩きました。近づきました。振り返りました。 西川範雄でした <laughs> ダウンタウンさんみたいになりたい若い人に刺さる笑い大人も笑う笑い一生懸命頑張りました今田さんと二人で頑張りました <laughs> バラエティの森歩きましたダウンタウンさん見つけました一生懸命歩きました近づきました振り返りました乗り父ささもでしたこれが現実でした だから、この YouTube は、おそらく、おっさんしか聞いてないと思います。おっさんが寝る前、おっさんが通勤に行く電車の中、おっさんが自用車で車乗って会社に向かう途中、そんな途中に、来てほしいと思います、えー。この幻ラジオ、最初はちっちゃいこういうラジオですけれども、 いつかは大きくしていきたいし、いつかは動画も撮りたいなと思ってます。で、登録者数が伸びていってくれたら、ラジオのギャラ分出たらありがたいなと思います。全然登録者数が伸びず、何にも動きがなかったら、もしかしたら急に動画にするかもわかりません。で 人気のある芸能人とか読んで、ど登録者数を増やすかもわかりませんし、YouTube の人気企画、散々こすり倒した YouTuber がやった企画、もしかしたらするかもわかりませんし、なおかつ登録者数を増やしたいから、なんかより危険なやつをやってるかもわかりませんし、もしかしたら、ヒカルさんと共演して、最高月収いくらすかとか。 芸能人と誰とエッチしたんですかとか、そんな下水質問に、ヘラヘラして、答えてるかもわかりません。もしかしたら、頭半分、染めてるかもわかりませんし、向こうが、一万円札の束持ってるんだったら、こっちは、自虐的に、千円札の束持って、ヘラヘラしてるかもわかりません。ヒカルに対抗して、東って、 言うてたら、本当にごめんなさい。とにかく、エガちゃんの100万人とか、ミワサこのなんか60万人か70万人かには到底及びませんが、ドランクドラゴンの鈴木の300万円かけて、火薬動画、火薬釣り動画の再生回数900回は超えたいと思います。えー、感想とか、やってほしいこととか、質問とか、皆さん、 えー、書いてください。えー、YouTube に書き込むところがあるんでしょう。僕、それすら知らないんですけど、えー、Twitter とかでも結構でございます。えー、それで、いろんなことを、えー、喋っていきたいと思います。まあ、目標としては、まあ、週2ぐらいはやりたいなと思いますし、えー、時間の方は、えー、娘に聞いたら、だいたい1回15分ぐらいでいいんじゃないの っていうえー、30分も1時間もやらなくていいよって言われてるんでえー、15分ぐらい喋ったらいいのかなとも思っておりますえー、こんな感じでやるのでどうか最後にこれだけは言わせてくださいチャンネル登録してくださいそしてラジオのレギュラーください以上第1回幻ラジオでしたありがとうございました